宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。まず食品衛生基準行政の消費者庁への移管についてお伺いいたします。コロナ本部のですね、決定にある文言で販売現場におけるニーズ等の規格基準策定に関わる議論への、タイムリーな反映が可能となる、こういう文言があるんですけども、この文言を起案したのはどの省庁のどの部署なんでしょう。佐々木審議官。お答えいたします。まず昨年の6月に政府対策本部決定、そこはいいですから。なるほど、はい、端的に申し上げます。この文言が、どのような検討過程でということで、そこの点についても手短に申し上げます。内閣官房消費者庁厚生労働省においてこの食品衛生基準行政についての検討が行われたものでございます。宮本徹君。さあ、起案はどの部署なのかって聞いたんですけど。佐々木審議官。起案と申しますか、まず少なくとも検討過程は先ほど申し上げたとおりです。その上で最終的には昨年9月2日に政府コロナ本部決定という形に至ったものでございます。宮本徹君。いや、この販売現場におけるニーズをですね、基準の策定、規格の策定に、反映させると。販売現場のニーズというのは食品メーカーとかですね、流通メーカーだとか、こういう話になってくるわけですよね。食の安全の基準というのはやっぱり科学的根拠に基づいてやるのが基本であって、こういうですね、食品メーカーとか流通メーカーのニーズをですね、反映させていくというのはちょっといかがなものなのかと思うんですよね。ちょっと厚労省の食品基準審査課と国際食品室が今度移管されると聞いてます。そして、消費者庁に行くわけですけれども、それぞれのですね、民間企業からの受け入れ状況について教えていただけますか。佐々木審議官。今月1日時点の数字で申し上げます。国際食品室の定員5名中1名、食品基準審査課の定員43名中5名が民間企業からの受け入れ職員という状況です。片岡政策立案総括審議官。お答え申し上げます。消費者庁におけます民間企業からの職員の受け入れ数につきましては、令和4年で33名となってございます。宮本徹君。消費者庁はですね、405人の職員ですから、33名、8% ぐらいがですね、1割弱の方が、民間企業からの出向、いわゆる天上がり、資料を配っておりますけれども、食品大手も少なくないわけです。そして厚労省のですね、食品基準審査課、今、43名中5名というお話がございましたが、この5名は医薬品メーカーということでよろしいんですか。佐々木審議官。お答えいたします。食品基準審査課に着目している5名ですけれども、医薬品メーカーからの職員の受け入れもございます。宮本徹君。5人全員が医薬品メーカーということで聞いているわけですね。で、国際食品室の方が食品メーカーという話なんですね。それで今回その販売現場におけるニーズ等の規格基準策定に関わる議論へのタイムリーな反映が可能になるということでですね、こういうメーカーの皆さんの意見を規格基準策定に反映させる、これ大きな目的としてですね、消費者庁に移管されると。そうすると今度消費者庁に新設される食品衛生基準審議会あるわけですけども、ここにですね、メーカー代表者が参加をして食の安全がないがしろにされると、こういうことが起こりかねないんじゃないかと思いますが、いかがですか。佐々木審議官。お答えいたします。まず食品の安全は我が国においては国際的に共通のリスク分析の考え方に基づいて国際動向や国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて確保することとしております。で、このことは食品安全基本法に規定されているところでございます。で、この考え方に基づいて現在食品の規格基準等の策定にあたってはリスク評価を行う食品安全委員会
でリスク管理を行う、厚生労働省、厚生労働省の中でも薬事食品衛生審議会の食品衛生分科会がそれぞれの役割分担を踏まえて科学的知見に基づいて調査審議を行うことで食品安全の確保を図っております。ですので消費者庁に移管した後もその科学的知見に裏打ちをされているとこのことを考えますと先ほど現在は食品衛生分科会厚生労働省ので検討していると申し上げましたがこの法案では消費者庁に食品衛生基準審査会を設置することとしております。ここで科学的知見に基づいて食品衛生基準行政に関する調査審議を行うこととしております。こうしたことによって委員ご懸念の点が払拭されるように取り組んでまいりたいと考えております。宮本徹君。その食品衛生基準審査会にですね今回 の, そのコロナ本部の決定に書かれた文言からいくとですね食品メーカーの代表者らがどんどん参加するという事態は起きないんですか。佐々木審議官。お答えいたします。まず現在の厚生労働省の食品衛生分科会での委員構成を申し上げます。この分科会につきましては現在22名の委員で構成されております。でここでの議論の中では食品メーカーに在籍する委員も2名おります。でこの観点ですけれども食品メーカーは食品を供給する立場からリスク管理の役割を担っております。そこで審議会での議論においてこの食品を供給する立場からのリスク管理この立場からの得られる知見も重要であることから現在この2名が入っているという状況でございます。宮本徹君。いや現在の2名の話を聞いてるんじゃないんですよね。このコロナ本部の決定で販売現場におけるニーズを基準策定に反映させるなんてことを書いてるから私は聞いてるわけですよ。そういう観点よりももっと違うメーカーの意向が反映させられていくんじゃないかということを私は懸念しているわけですね。そのことについてお答えがないというのは大変不安ですね。食の安全がないがしろにされる懸念拭えないと思います。次に水道についてお伺いをしたいと思います。先ほど来議論ございますPFAS ですね。私ども東京の多摩地域の住民の血液検査で6割の方からアメリカのアカデミーがですね昨年8月に公表した臨床ガイダンスの基準値を超えるというものがですね確認されているわけです。暴露源はですね主として水道と考えられるとされております。そういう中で安倍さんからも紹介ございましたけれどもアメリカの EPA は3月14日に水道水の PFOA、PFOS の規制値案発表しまして、それぞれ1リットル当たり4ナノグラムということなんですね。現在ですねこの4ナノグラムという値を超える PFOA、PFOS 日本ではですね何都道府県何箇所で検出されているんでしょうか。佐々木審議官。お答えいたします。令和2年度の水道水における PFOS 等の検出状況については測定地点数589地点ございます。でこのうち PFOS および PFOA の濃度の合計値が8ナノグラムパーリッターを超過している地点数は63地点ございました。で委員長よろしければ先ほど販売現場におけるニーズのそこはもういいですか。ちょっともう時間が足りないので失礼しました。またそれを今度宮本徹君。63箇所ということで589箇所調査したうち63箇所ですからもしアメリカの規制値を採用するとしたら1割以上はですね超えているということになるわけですよね。で私、これかなり深刻なアメリカの規制値を記入すれば深刻な汚染というのが今の現状だというふうに思います。でアメリカはですね、今回こういう規制値案発表したのはこの規制値案でいけば数千人の死亡を防ぎ数万人の病気を防ぐことができるということでかなり厳しく見ている数値を立てているわけですけれどもやっぱり日本でもですね予防原則に立ってしっかり水質基準を決めていくということが大事だと思うんですけれども当然このアメリカの EPA の規制値の程度を考えていくということでよろしいんですか大臣。佐々木新官。お答えいたします。まず現在我が国では令和2年4月から
PFOS および PFOA の水質管理目標設定項目と位置づけて設通知を設定しているところでございます。で、一方で委員ご紹介のとおり、先月米国環境保護庁 EPA が新しい規制治安を公表いたしました。で、WHO においてもすでに昨年の秋にガイドライン治安が提案されているところでございます。で、それぞれの数値は現在こうばらついてはいるものの、私ども厚生労働省としては本年1月に水質基準逐次改正検討会において、まあ、この PFOS および PFOA の取り扱いについても検討を行ったところでございます。今後も引き続きこういった毒性評価等に関する国内外の科学的知見の収集ですとか、我が国における先ほどご紹介した検出状況等の把握に努めて、で、専門家のご意見も伺い検討を進めたいと考えております。宮本徹君。やっぱ予防原則に立って考えると、ここはそういう原則に立って厳しく考えるというのは基本だということでよろしいんでしょうか。佐々木新官。お答えいたします。当然こうした数値の設定においては今委員ご指摘の予防原則の点も含めて、またそれに基づくさまざまなそのデータを元にして評価を行って、その評価を行った上での数値の設定という流れを取るものと考えております。宮本徹君。でですね、私はまあ本当に厳しくしっかり、規制値はですね、定めていっていただきたいと思うんですね。で、問題はですね、今回の法案では環境省が水質基準を省令で定めるときは国土交通大臣の意見を聞かなければならないとされてるんですね。そうするとですね、この国土交通大臣というのはどういう観点から水質基準に意見を言うことになるんでしょうか。国土交通省松原水管理国土保全局下水道部長。お答えいたします。水道事業者が水質基準を遵守し、水道事業が適正に実施されるためには、水質基準は水道に関する技術や水道事業者の状況等を踏まえつつ、適切に制度設計されることが必要であると考えております。このような観点から国土交通大臣は環境大臣に必要な意見を述べることを想定をしております。宮本徹君。その水道事業者の状況ということを考えた場合にですね、いや、そこまで厳しい規制値にしたらとてもじゃないけどお金がかかって大変だよと、こういう意見をですね、国土交通省サイドからいうことになるんじゃないですか。結局ですね、命を守るべき基準を緩めようというですね、横やりが挟まれることになるんじゃないかということを私は大変懸念をしております。その上でですね、PFOS、PFOA に関わって大臣にお伺いしたいことがあるんですけれども、まあ、今回多摩地域の皆さんがですね、まあ、住民、の血液検査というのをやってるわけですけれども、まあ、京都大学の先生なんかのもご協力いただいてやってますけども、これは本当は国や行政にやってもらいたいということでずっと言ってたんですよね。ところがやってくれないから自分たちでやっているという状況なんですね。これ本来ならばですね、国として PFOS、PFOA の影響について大規模な血液検査、健康調査というのをですね、行うべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。加藤大臣。その前、さっき販売現場におけるニーズって、その供給者側だけのお話をされましたけれども、需要者、消費者側に踏まえた、こういったこともあって、かつての生食、食肉の生食、まあ、これに対する対応などもその例だということをまず申し上げておきたいというふうに思います。で、その上で、PFOS、PFOA については、先ほども答弁させていただきましたけれども、免疫系や肝臓等への有害な影響の原因となりうることが指摘されておりますが、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が生じるかについて現時点では必ずしも明らかではないということでございますので、まずは PFOS、PFOA の毒性評価に関する国内外の科学的知見の収集、我が国の水道水における PFOS の検出状況の把握に努め、専門家のご意見を踏まえながら必要な検討を進めていきたいと考えております。宮本徹君。いや、明らかでないからこそですね、やっぱり大規模なですね、疫学調査的にですね、やる必要があるんじゃないかと私は思うんですよね。これ、まあ、厚労省は命と健康を守る部署ですから、ぜひ、真剣にですね、検討していただきたいというふうに思います。あとですね、本当は1問目に法案の立法事実はあるのかなというのを伺いたいと思ったんですけども、まあ、そのあたりはかなり前半で議論されてましたけれども、その感染症対策の強化というときに、まあ、大臣の負担が軽減されるんだというお話がね、
はじめに加藤大臣からありました。大臣の負担軽減は非常に大事なことだと思いますけれども、やるんでしたら、私は厚生省、労働省と、このね、そういうところでどーんと分割すればですね、本来、大臣の負担は軽減されて感染症対策に注力できてるんだと思うんですよ。その厚生省と労働省をですね、くっつけた巨大官庁にしたまま、本来一体にやった方がいいところをですね、切り分けていくというのはですね、非常に問題があるということを申し上げて、今日は終わりの挨拶が来ましたので、終わりにさせていただきます。